ボルフガング・ファルクは第二次世界大戦時のドイツ空軍のエースパイロットである。ファルクはドイツの夜間戦闘機防衛網を組織した主要人物の中の一人で夜間戦闘機隊の父と呼ばれたが衝撃追記数の7機はすべて昼間戦闘によるものであった。ボルフガング・ファルクは1931年4月7日にシュライスハイムのドイツ運輸飛行士学校で パイロットとしての訓練を始めた。その他の29名の訓練生とともに、31同士、略して、K31 と呼ばれた。K31 の中には、ハンネ・ストラウトロフトや、ギュンター・リュッツ王がいた。1932年2月19日に、運輸飛行士学校を卒業し、1933年2月に、昇降訓練のために、 ドレスデンの不評学校に入校して1934年10月に、少尉に任官した。1935年3月に、ファルク少尉は、シュライスハイムのドイツ運輸入飛行士学校の戻り、教官となり、1936年4月に中尉に、昇進して、ユーターボークダムに駐屯する、第132戦闘航空団リヒト方編に、 第5飛行中隊の中隊長として配属された。1938年7月にフィルステンバルでの新たな JG-132 第8飛行中隊の中隊長に任命された。この新しい部隊は後に第76駆逐航空団第愛飛行隊に解消され、メッサーシュミットボーイフレンド110駆逐戦闘機を装備した。ファルクは フランス・フォン・シュタウフェンベルクの友人の一人であり、ヒトラー暗殺計画後に、ケシュタポから疑惑の目で見られるようになった。ZG76 所属のメッサー・シュミット・ボーイフレンド110、駆逐戦闘機ポーランド侵攻で、ファルクは ZG76 第2飛行中隊を率いて、シュレージエンのオーラウから出撃し、ポーランド空軍機を3機撃墜した。その後この部隊は、 北部沿岸やドイツ海軍基地防衛のためにイエファーへ移動した。1939年12月18日に、ファルクは、ビルヘルムスハーフェン攻撃に飛来したビッカース・エリントン、総発爆撃機を2機撃墜したが、敵爆撃機からの反撃で、エンジンに被弾して、不時着を余儀なくされた。1940年2月に、ファルク隊員は、デュッセルドルフに駐屯する。 第一駆逐航空団、大愛飛行隊の飛行隊長に任命され、飛行隊は4月に、バルト海沿岸に移動した。4月9日に、ファルクは、部隊を率いて、デンマーク侵攻に参戦し、ファルク自身は7期目の戦火となるバーロスから離陸した、デンマークのフォッカー CV を撃墜した。デンマーク北部のオールボーに駐屯している機関に、ファルクが、 夜間迎撃に関する戦術評価報告書を準備し始めたことで ZG-1 大愛飛行隊がフランス侵攻作戦に参加した後でアルベルト・ケッセル・リンク将軍はファルクに部隊をデューセルドルフへ移動させて夜間戦闘に無用に再構築するように命じた。ファルク少佐は1940年6月に最初の夜間戦闘専門部隊である 第一夜間戦闘航空団の指揮官となり、10月に騎士鉄十字章を受訓した。以後3年にわたり NJG1 の指揮を取りつつ、効果的な夜間戦闘機戦力を育てた、ヨーゼフ・カムフーバー将軍に協力した。1943年7月に、ファルクは大佐に昇進し、空軍指揮幕量幹部のカムフーバーの代理として、参謀本部へ移動した。 その後ベルリニエ送り込まれ、中部航空司令部の本土防衛用中野艦戦闘機体総監に任命された。ファルクは1944年6月からパンチェボに拠点を置くバルカン戦闘航空兵指導官に任命され、その後間もなくすべての空軍訓練学校を統括する航空兵訓練総監に就任した。1945年3月にファルクは ラインラントに駐留する戦闘機部隊の指揮を任せられたが3月3日にバイエルン州でアメリカ軍の捕虜となったことでこの役割を果たすことはなかった。1945年6月に釈放されるとファルクは農業、薬剤会社の従業員イギリス陸軍の第47王立公兵連隊で物資管理部門の分官といった様々な仕事に就いた。 野学に通い経営について学んだことがトランプ販売事業に役立った。1961年にファルクはノースアメリカン社から航空事業コンサルタントの地位への昇聘を受け、1966年にはマクドネル・ダグラス社に入社した。1986年に仕事から引退するとオーストリアのザンクト・ウルリッヒに居住した。ファルクは戦後も 数多くの飛行クラブのメンバーとして飛行することを続けた。1997年にファルクはドキュメンタリー番組ザナチス A Warning From h i s の最後のショーファイティングトゥーザエンドに出演し戦況に有利な状況が消し去られ何の望みもなくなった戦争末期において何が戦闘継続の動機となったかを多数名の退役軍人と共に説明した。 パルク自身は本土防衛戦での夜間戦闘航空団の指揮について語った。ありがとうございます。